渋川神社は、愛知県尾張旭市陰馬元町後の3の1に、鎮座する神社。式内社、旧社格は孫社。尾張旭市唯一の式内社であり、平安時代以前に起源を持つ尾張旭市唯一の神社である。旧東春す郡い軍村の範囲を、宇治国一とする。創始は、慶光天皇の御代と伝わる。延長5年に編纂された。 演技式新名帳に掲載された式内社であり、古事記や日本書紀に登場する高見結び人を五歳人としている。戦国時代に廃止された山田軍の僧者とされる。戦国時代には織田信長によって社殿が改修され、上京5年には終わり藩主の徳川光友によって社殿が再建された。その後は33年から34年ごとに屋根が吹き替えられ、 100年ごとに社殿の修復が行われた。完成3年、1898年に大修理が行われている。1959年9月の伊勢湾台風では、樹齢300年以上のヒノキの退樹が数十本もなぎ倒された。社殿は、終わり朝日市最古の建造物だったことから、終わり朝日市は文化財保護審議会に諮問して、文化財指定に前向きな姿勢を見せた。 2002年5月12日には、中部大学工学部教授の小野武久による調査が行われる予定だったが、調査の8日前の5月4日には、不審火によって社殿が全焼した。同年6月に仮社殿が造営されると、渋川神社再建委員会が結成されて、移行調査や社殿の再建が計画された。2009年5月には、社殿が再建された。 2億4000万円以上の公費が必要であり、8500万円以上の寄付が集まった。ありがとうございます。